回は、A ガーディアン誌に掲載された記事からで、英国の著作家、クリストファー・ハーディングが選出した、豊かで多面性を持つ、際限なく独創的な国、である、日本を知るために、読むべき本トップ10に対する反応です。早速ですが、ランキングは以下。1、塔の物語、柳田国男。2、心、夏目漱石。3、羅生門、など、芥川龍之介。4、源氏物語、紫式部。5、京都、アカルチュアル&リテラリーヒストリー、ジョン・ナゲル。6、将軍、ジェームズ・クラベル、ザ・将軍ズ、クイーン・デス・レイ・ダウマー。7、敗北を抱きしめて、ジョン・ダワー。8、ア・東京ロマンス、ジャン・ブルマ。9、犬と鬼、知られざる日本の肖像、アレックス・カー。10、先生のカバン、川上博美。以上になります。かなり絞られたテーマにもかかわらず、記事には多くの意見が寄せられています。その一部をご紹介しますので、ご覧ください。